シオニクス。このチャンネルでソシオニクスを紹介させていただくときはですね、はい、めまいさんのいざよいブログをもとにソシオニクスの紹介をさせていただいておりますと、はい、概要欄に URL が貼ってありますのでぜひご覧になってください、はい、で今日紹介させていただくのは、はい、ESI、はい、諸説ありますが、中6タイプのところで言いますと ISFP と対応する、はい、諸説あります、うん、はい、で ESI はエシカルなので倫理か論理かで言うと倫理の方ですね、はい、次がセンソリーなので感覚か直感かで言うと、はい、感覚の人ですね、うん、でここではですね、守護者と書いてあります、はい、ESI さんはですね、うん、強い正義感、うん、固い意志、うん、地に足のついた味方というタイプがありますと、悪を許容せず高い倫理観を持っていますと、はい、エニアグラムでいうとタイプ1なんでしょうか、うん、ESI は信念を持っており自律的な人ですと、はい、旗からは安定していて感情に動かされないように見えることが多いです、うん、人の行動が論理的かどうかを評価しますが、うん、大抵の場合馴染みのある人たちの中でしか言葉にはしない、うん、敵になりそうな人、うん、不幸を望んでいそうな人を見分ける嗅覚があり、うん、人を身内他人にはっきり分けることができます、うん、友情や愛情はそれが一方的であったり感情が双方向でない時にはあるとは認めません。友情や愛情は、うん、それが一方的であったり、うん、この感情が双方向でない時は、うん、それは友情や愛情とは呼びません。認めません。私の定義からはずれます。友情ではありません。一方的なのはノーだと。ノーだと。友情じゃない。お互い会って初めてそれは友情である、うんうんうん、認めます。私は好きだったはダメですみたいな。お互いに好きじゃないじゃん。そう、私は好きでないので、はいはい、友情でもありません、はいはい、友達と思ってませんから。思ってません、はい、厳しいですね、はい、常識かつ現実的な決断を下せる、はい、テキパキコツコツ取り込むのも得意で、うんうん、時間や労力を無駄にはしません、うん、決断をするときは、うん、その決断の重大さとそれによって起きうるネガティブな影響を内心重視している、うんうん、日常生活では手際がよく、はい、自分のテリトリーで見つけたものは、うん、何でも役立っていることができる、うん、自分の空間は整理してきちんとした状態を保ちます、はい、あの僕には S と F の部分で共通してる気はしてるんですけど、うんうんうん、なんか僕そんな厳しさ全くないぞと思ってでもそれなんかもう、うんうん、外に出るか内に出るかで、まあ、そうなんです。こんなに変わるんですかね。内向きな感じ、はい、うん、そんな ESI さんですが、はい、ちょっと神経質なところがあります、うん、こうあるべき、うん、にとらわれ、うん、自分にも人にも不寛容になり、うん、ネガティブで関わりにくい人と思われるかもしれません、うんうん、まあ、そうですよね、うん、僕こう最初 ISFP だったじゃないですか。なるほど。違和感ありまくるんですよね。そうですよね。体調はどっちかが好きなら、うん、それはそれでいいじゃんって言ってくれる気はするんですよね、うんうん、友情ですよって。友情ですよ。それは違うとは言わない、はい、定義を述べようとかもあんま言いませんしね、うんうん、はい、あ、まあ、とはみたいな、友達とはみたいなことはよく言いますけどね。そうですね、うんうん、はい、でそのそこは緩い感じはあるんですよ僕は。あ、そうです。この方向じゃないと認めないみたいな、そこまではないですよね。そういうのはないんで、はいはい、ではそんなESI さんをですね、はい、ESI さんを心がどんな仕組みでできているか、はい、っていうのを、まあ、心を8つの集合機能として捉える、モデル A で紹介させていただくと、うん、こちらですね。 ESI さん、はい、ファーストは主導する機能ですと、はい、モデル A の、まあ、主導する機能一番上、うん、左上、うん、中心となる機能で自分でも自信がある、うん、なのであなたのリーダーですと、うんうん、葛藤がある場合に最終的に決めるのはこの主導する機能、はい、でまた危機が起きた時に優先的に守られるのもこの機能で、うんうん、どんな場面にも柔軟に適応でき、
一貫性もあり、うん、ブレない、はい、この ESI さんの主導する機能は、うん、FI、うん、内向感情ですね、うん、自分の中にある変わらぬ倫理観と自分も含めた人と人との間の安定した関係性によって現実を捉えます、うん、そのような関係性は自分の倫理観によって格付けなされます、うん、他人の倫理観やモラルの質、うん、その一貫性を評価することに自信がある、うん、そのためそういった評価をあまりしない人々には、うん、一方的に批判してくる、うん、独善的な人というふうに映る、うん、人間関係の格付けが難しいときは、うん、結論を出そうとして行動を起こすがなかなか結論が出ない場合はその関係は大した価値がない、うん、と見なすでしょう、うん、自分の倫理観そして人との関係において自分自身が持っている変わらないという感覚が自己価値の強い要因になっています。主導する FI は相手が敵か味方かそれか善意か悪意か、うん、相手が自分を好いているか嫌っているかを即座に見極める能力を持っていますと、うん、まあ、自分のルールみたいなのがある感じですよね。でそれに自信も持ってる。すごいですね、はい、僕はブレブレですけどね。僕もブレブレです。これはなんか羨ましいな主導する機能が内向感情の場合ですね、うん、内向感情。なるほど。ではセカンドが外向感覚ですと、うん、クリエイティブファンクション、うん、創造する機能と言われ、うん、はい、主導する機能を補佐する副リーダーですと、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事、うん、主導する機能に比べて自信がないがまた仕事を任されすぎると使いすぎるとストレスを感じる、うん、新しいことには強く創造性に富むが、うん、まあ、一貫性は若干ブレる、うん、と書いてあるんですけどそれが外向感覚ですと、はい、壁にぶつかった時には、うん、ドン直接的な行動を起こすことで自分の目標や欲望さらには仲良しの友達や家族仲間の利益を達成できるように努める。他人に必要な行動を起こすよう努めたり、うん、個々の状況ではわざとプレッシャーをかけたり、うん、突然組織の役割を引き受けたりすることもあるかもしれません、うん、基本的に衝突は求めないが、うん、衝突が怖いとも思ってない、うん、自分の責任を真摯に受け止めコツコツ丁寧にそれを果たそうとして、うん、相手にもそれを期待する、うんうん、厳しいまあ目の前の問題を解決しようみたいなところですよね。さすがやっぱり守護者と言われるだけはありますね、はい、自分が強く、うんうん、自分を律することができ、うん、また相手にそれを求めることができる、うんうんうん、衝突を求めないがぶつかることも厭わない、うん、気にしない気にしない、うん、組織を守るため正しいと思ったことは主張する、はい、今ちびまる子ちゃんの前田さんが出てきました掃除をしてくださいって、はい、泣きながら、うん、花ちょうちんを作る子ですね、うん、はい、確かにね自分は持ってて強いんですよ。さくらさんこれをやってが言えるんですよ、うん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 、私は困ったようになるんですよ、うん、はい、そんな絵が見えましたね、うん、でサード規範の機能ルールファンクションです、うん、自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが社会的なところではこの適応するために頑張って使おうとしている、うん、またピンチの時に主機能を守ろうとするのもこの機能です、うん、とされているのが TI サードに TI 内向思考を持つこのタイプは短時間なら市場を挟まない学術的理論的な見地からものを語ることができるが、うん、その様子は極めて極端で、うん、緊張しがち FI の判断によって決めたことを、うん、論理で正当化しなければならない、うんうん、と感じると、うん、一応そうしようと、うん、要は、うんうん、ここで決めたことを論理的に説明しようとするのは頑張るが、うんうん、イライラしてきて、うん、論理の矛盾を指摘された時には、うん、イライラが顕著に出る、うんうんうん、そうなると倫理的な動機を説明するか、うんうん、
すり替えましたね、うん、論理から倫理に切り替えましたね、うん、あるいはその話題を避ける、うんうんうん、だってもうイライラしてるもん、うん、もういいうるせえともうええじゃないもうええもういいじゃん分かりますよね、うんうん、倫理的におかしいのは分かりますよね、うんうんうん、今論理的な説明を求めてます、うん、数字を出してくださいと、うんうん、いや倫理的におかしいでしょこれは、うん、人としてどう思いますかって、うん、年上ですよこんな感じですかっていうそう、はい、倫理的な話に持ってったり多分もういいってみんなそう思ってるんだみんなそう思ってるは根拠を示せだってそうだもん僕そう思うもんみたいなとこですみたいなとこですかね、うんうんはい、人を傷つけちゃダメですよねみたいなあ、はい、そういう話はしてませんって感じじゃないですかそうですね、うん、論理的に話をしたいだけですって、うん、ああもうやっぱり僕は TI が欲しい、はいうん、で4番目、うん、4番目は脆弱な機能ですと、うん、この脆弱な機能は最大の短所で自覚している苦手意識があるで新しい場面に弱いってのも知ってるし、うん、もう社会的にも全く自信がない、うん、使用するだけでストレスを感じる、うん、というのが外交直感ですと、はい、具体的に何にでもないように思われるアイデアや機会に対してとても懐疑的で、うん、新しい取り組みには絶対に具体的な利益が出るという保証を求めます、うん、結果がはっきりせずしばしば激動や不要な変化をもたらす類の改革よりは、うん、既存の問題に解決策を与えるような改革を好む、うん、この人にはそういう才能はないと思ったら、うん、他人の活動を強引にやめさせるようにするかもしれませんが同時にその人が潜在能力を持っているかどうかについては見誤りやすい、うんうん基本的には多角的な視点を理解しようと努めることはせず、うん、自分の視点だけを発達させることに集中する、うんうん、自分のアイデアに大きなメリットがあったとしても、うん、アイデアで他人を引きつけることが得意ではない、うん、活動に従事できそうとか、うん、未経験のスキルを身につけられそうとかそういうふうに他人を評価する人を見ると、うん、嫌な気持ちになる、うん、とりわけ自分についてそのような議論をされるときに不快感を覚える、うん、自分のポテンシャルを極度に疑ってかかるか、うん、特定の領域での自分の可能性を過大評価するかの両極端になりやすいですと、うん、まあこれは僕ちょっと分かったりします、うんはい、苦手だよ苦手だよっていうのを知ってるよいつどの話 NE あんまり先のこととか考えないって話ですよね可能性みたいな話はもうどうでもいいこれやったら面白そうじゃないとかっていうのは、はい、そんなのはもうやめてくれって不機嫌になるあ今やるべきことの話をしようみたいなそうですねそれは分かったりするな、うんはい、かといって、うん、そのアイデアが有効であれば、うん、もう全然いいですよねそのアイデアが有効かどうかの判断もつかないあーそっかあ見誤るだからいやそうですねそう、うん当たるというか、まあ、それはいいかもしれないと思えば賛成はしてくれるけど、はい、それも利益が絶対出るって分かるような感じそう、はい、じゃないと、そんなことをやってみたいな失敗したらどうすんのみたいなヒカキンとコラボです、うん、だったら分かるけどうんうん、うん、どこぞ馬の骨と模様分からんような、はい、某チャンネルみたいなとことコラボしましょうだったら、はい、ん？ってんってそれなんか利益あんのみたいなな感じなんですかね、うん、はい面白そうじゃないとかいうのは面白そうなんてどうでもいいんだよみたいななるほど感じですよねはい、うん、